グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。カタールワールドカップアジア最終予選の6合わせが、現地時間2日に、各地で行われた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、日本代表はオマー、代表の守備を崩せず、88分に、サイドからの黒を中央でフリーになっていたイサム・アブ・ラ・アルサビに合わせられ先制を許す。このルが決勝点となり、0、1でオマーンが劇的な利を収めた。韓国代表は、イラク代表を相手に、敗率で圧倒したが、相手の堅い守備を破る子ができず、引き分けで試合を終えた。イラン代は56分に、アリレザ・ジャハンバフシュの子を守り切り、シリア代表に 1-0 で勝利し白星スタートとなった。敵陣でのプレー時間が長かった UAE 表も、守るレバノン代表を崩せず、試合は、スコレスドローに終わった。オーストラリア代表、前半に2点を先制すると、70分に、ミチェル・ドゥックが、ダメ押しの3点目を決め、3-0で、中国代表に圧した。サウジアラビア代表は、3分に、ベトナムのエンクアンハイのゴールで先制を許す。かしその後、55分の PK で追いつくと、さらに2点を交互み、3-1で逆転勝利を果たした。韓国0-0イラクか、ルダブリュー杯アジア最終予選グループ A 第1節、得点者、し、イラン1-0シリアカタールダブリュー杯アジア最終予、グループ A 第1節、56分1-0アリレザ・ジャハンバフシ、イラン、UAE 0-0レバノンカタール W 杯アジア最終予グループ A 第1節得点者なし日本0-1オマーンかル W 杯アジア最終予選グループ B 第1節88分0-1ムアブダラ・アルサビオマーンオーストリア3-0中国カタール W 杯アジア最終予選グループ B 第1節24分1-0アワーブルマビルオーストラリ26分2-0マーティン・ボイル、オーストラリア70分3-0チェル・デューク、オーストラリア、サウジア、ビア3-1ベトナムカタール W 杯アジア最終予選、ループ B 第1節、3分0-1グエンクアンハイ、ベトナム55-1-1サレム・アルダウサリ、サウジアラビア67分2-1セル・アルシャハラに、サウジアラビア80分3-1サ・アルシェフリ、サウジアラビア、両。